シア駐在妻のみゆきです。先日は KKV という雑貨屋さんみたいなところに行きました。化粧品がめっちゃたくさんあったんですよ。で、日本の製品よりやっぱりインドネシアのもの使ってみたいなっていうものもあって、この辺はねマスカラとか眉を描くやつとかだったような気がします。で、この辺は石鹸かもしれない、石鹸な気がします。この辺はクリーム関係ですかね。本当あの安い、そう安くていろんなものがあってすごいね、どれから見ていいか分かんない感じでしたね。これ上の方のはなんか手のクリームなのかなって思いましたね。で、歯ブラシもいろんな種類があって、安かった、100円ぐらいってことですもんね。で、この辺もなんかねいろんなものがあったんですよ。ボディーソープ系っていうかスクラブ系なんですかね。ペンもすごいたくさんあって、これ全部だからね100円しないんだ、100円しないぐらいのもので、すごいねあの子供たちは喜んで見てましたね。で、ノートを主人は買いに行ったんですけど、ノートも割と安かったって言ってました。で、ここのお店雑貨屋さんかと思いきやなんかラーメンとかも売ってたし、なんかほんといろいろ売ってました。で、こちらはまた化粧品で、なんかクリーム系ですかね。こうインドネシアに来てね、やっぱシミが増えたような気がするんですよ。だから今ね結構いろいろ探してます。で、こういうパックもめっちゃいっぱいありますね。すごい種類がいっぱいすぎて逆に分かんなくなる、面白いですよね。なんかインドネシアのものだけではない感じがしました。結構見てて楽しかったですね、ここは。で、なんかね他にも T シャツとかも売ってたし、なんかお菓子とかも売ってたし、なんかほんといろんなものが複合しているお店でした。多分2019年にできたばっかりみたいですね。私もここでね、フェイシャルマスク買ったりしました。で、化粧品これなんとなくなんかね良さそうな感じしたけど、結局まだ買ってなくて、まあ試していきたいなと思いましたね。どれもでもものすごい高いっていうものではなく、割となんか手に入れやすい感じがしましたね。結構色も鮮やかで面白いですよね。で、装飾もすごい可愛くて、なんかあのいろいろ見てしまいましたね。本当ぜひ面白い、いろんな雑貨が売ってますので、しかもお安いのも嬉しいっていうところで、ぜひよかったら行ってみてくださいね。